3-4-2-1と予想しました、はい、まあ、まず、前節の戦い中央で大宮です。左サイド走り出していた、ここはディフェンスラインの裏からシュートを狙った、右の本康介、柔らかいボールをディフェンスラインの裏に入れてきた、遠藤ワンタッチからシュート、落としたところシュート、もう一度狙っていく、シュート決めた、決めました。ボールセカンドボール拾います、島田が懸命に粘って奪い返した、そして中シュートは菊池、ここは一旦踏ん張って中に入れてきた、サイドネット、4年目です。さあ岩田がその自陣でボールを奪われて中央です。大宮、島田、シュートを打った、キーパー取りました。山本康介から大森、縦に入れてきたボール、ここはブロックしました大宮。さあまた中央から行こうという岩田ですが、シュートを打った、消えた、高い位置でカットしました。大宮、さあ中央からスルーパスを出して奥力に走る、シュートを打った、まだありますチャンス、大宮中に入れてシュートを打った、最後は菊池のシュート、動き出さないとそのスペースが開かない、開きませんのでね、今動き出しました。さあドリブルで中央上がってきて左サイド叩いた、奥抜きの足元入った、そしてドリブルでボックスの中に入ってきました、勝負に行ってシュートか、クロスか、縦に入れてきた、中央カットして抜け出るか、尾長のシュート、やはりこう岩田の方